はい、こんにちは、幸先生です。先日のガーランドで、ガーランドにスパッタリングという動画を上げたんですけども、それを今先生が0歳から2歳さんの、お預かりをしている託児の、ところで造形遊びを月2回担当してるんですけども、そこでどうですかっていうふうに提案しに行ったら、もうちょっと先生ハロウィンっぽいもので、一人一人が持ち帰りやすくて、先生たちも加工が楽なやつがいいですっていうふうに言われて、じゃあ実践用としてこんなお化けちゃん、お化けちゃんをポルフェルトですね、前回紹介したような100均で売ってる60×70cm のフェルトをちょきちょき切って、下のとあとこっちとで分けて作っておいて、それで人数分作って持っていったんですけども、すごく好評でした。でこれスパッタリングっていう技法で絵の具を弾いて作ってるんですけれども、じゃあこれについて用意してもらうからいいんだけど、すごいこのお化けちゃんが気に入っちゃったって言って、それでこういう型をですね先生独自で作ったんですけど、これが欲しいよというお声をいただいて、なので概要欄ではこれのプレゼントを受け取る方法をお知らせしますので、ぜひ最後までゆっくりご覧ください。はい、でこれでじゃあ子どもたちの反応はどうだったのっていうことと、あと道具、アクリル絵の具で使う時って道具何に注意したらいいっていうことをちゃんとお伝えして実際の現場で困らないように、したいと思いますので、よろしくお願いします。で今回使ったのはこのシェービングブラシ、100均で買ったシェービングブラシと、あと歯ブラシもとても人数分揃わないので歯ブラシも買って、こっちも持っていきました。歯ブラシも、10本で100円みたいな、 5本かな、5本で100円とかそういうので買っていったんですけども、実は、1歳2歳さんは結構この歯ブラシの方が最初使ってみたいって、私赤、私黄色って、僕緑ってね、みんなこの絵の色で選ぶぐらい自分のっていう感じで、気に入ってくれたので、案外こっちでも満足してくれるということが分かりました。なんか色鮮やかな方が持ってくのいいかもしれませんねで、使うと当然すごいアクリルでべちゃべちゃになります。でこれそうやってる時はこういう紙コップの一番小さいサイズですよね、これに絵の具をこんな風にお化けなので全部パステル系の色で作って用意していてあげたんですけど、ちょっとね前の動画でも言った通り、少しほんの少し水をスプーン1杯くらい水を足してあげた方がよく飛ぶので、そういう風にして、作っておいた絵の具と、紙コップと、これで、必ず古新聞を全面に敷いてあげるとやりやすいかと思います。で使い終わったらバケツ何でもいいので絵の方までドボーンと入れてあげとく、のが大事ですじゃないとアクリルは耐水性なので乾くと絵の具が取れなくなっちゃうので、必ず水を張ったバケツに入れてあげるのを忘れないでください。で、子供たちがお昼の時間に石鹸でよく奥まで届くようにグリグリグリっと石鹸で洗ってあげて処理しといてあげてからこう水切って、乾かしておくところまでやってあげてください。じゃないとこれ二度と使えなくなりますので私もこれそれで水でやったんですけど、まだちょっと色が残ってるのでお湯でもう一回洗ってあげようかなと思っています。
そんな風で道具をそうやって、大事にしてあげれば何回でも使えるので、まあ歯ブラシも捨てりゃいいんですけど、やっぱりエコが大事なので、絵のとことかは、スポンジ、何か使い古しのスポンジでもいいので、台所用の普通のスポンジですね、ああいうのでこすってあげると、皮カチカチになっちゃう前だったら綺麗にこうやって落ちますので、ぜひそうやって大事に道具してあげてください。で、このお皮のところは、ステンシルがいいなと思ったので、こんな風に型紙に穴を、カッターナイフでくり抜いてあります。これを、カレンダーの裏とかなんですけど、ちょっと固めの紙に、今回20人だったので4つぐらい作っておいて、で、担保で絵の具をトントントンと、あんまりつけすぎないように気をつけてトントントンとやって仕上げてあげると、かわいいお化けちゃんができるできて、どうやって乾かせばいいですかねって聞いたら、こんな風に洗濯バサミでかわいく干して、でこれをさらに外に持ってけばすぐ乾いて、もう今日中には保護者さんに渡せるからって言ってやっぱりそういうスピード感が親御さんにも嬉しいですよね。そういう工夫をしてあげて渡してあげるといいと思います。ということで、あと大丈夫だったかな、アクリル絵の具で、フェルト布っていう風に今回やったんですけれども、これ型紙で、じゃあ色画用紙でやったらどうだろうとか、それも大丈夫だと思います。その場合はアクリル絵の具じゃなくて水彩絵の具とかで大丈夫だと思うので、白いお化けちゃんははいなのでご事情に合わせて、かわいいハロウィンを持ち帰らせてあげてください。ということで、プレゼントにつきましては、LINE に、友達登録してもらって、お化けちゃんの型紙欲しいよとかでも何でもいいので、チャット入れてもらえば、JPEG でお送りしようと思います。で A4 サイズでなんとかこうやって重ねたり線が重なったりするかもしれませんが、こうやって収まるような感じの、JPEG を画像に作ってお送りしますので、返信しますので、よかったら、LINE 登録して、佐知先生に話しかけてみてください。こちらからなんかそういう声かけが ないと誰だか認識できないっていうことになってるので、ただ入るんじゃなくて何か必ず話しかけてください。ということで、はい、このチャンネル良かったなと思った方はグッドボタン、高評価お願いします。秋冬は毎回言ってますけども、人物の描き方のコツ、それもうちの小一の次男が、人物の描き方に自信がないから僕は図工ができないみたいなこと言ってるのでそうじゃなくて、描き方さえコツさえ分かればちょっと練習すれば誰でも描けるようになるよっていうことを皆さんにもお知らせしたいので、短い動画で順番に撮っていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いしますということで、佐知先生でした楽しいハロウィンを、バイバーイ。